足尾山は、茨城県石岡市と桜川市の境に位置する標高627.5メートルの山である。北から、御嶽山、雨引山、円山、河場山、丸山、足尾山、きのこ山、弁天山、筑波山の順に連なる筑波連山北部の山の一つである。筑波連山の中では、877メートルの筑波山、709メートルの河場山、 701メートルの縁山に次いで標高が高い。山頂には足尾神社本殿が鎮座している。日立国風土記では足尾山とあり、平安時代に醍醐天皇がこの山の神社に祈願し足の病が治ったことから、日本最初は足尾神社の直学を可視したため、足尾山に解消したと言われる。かつては、カバ山と共に天狗の山として知られていた。足尾山は、 つくば山やかば山と並んで、古来より山岳信仰の対象となっており、山中には霊石とされる巨岩や祈願も多い。かつては山中に八百座の霊場があったと言われ、明治、大正、昭和の初め頃までは多くの霊場参拝者があったが、現在は廃れてしまっている。現在山頂には、足尾神社本殿が、その少し下に拝殿が鎮座している。足尾神社は、 第五天皇が夢枕でこの神社をり祈願して、足の病が全治したと言われることから、足の病に霊言があるとされ、わらじ、靴、義足などが多数奉納されている。登録の石岡市小屋には、足尾神社の里宮とかつて、足尾神社の別棟だった大岩寺がある。石岡市上、その上祖塾や小屋からの登山道や、桜川市白井からの登山道などが古くから知られている。 JR 水戸線岩瀬駅から、御嶽山、雨引山、塩山、河場山、丸山、足尾山、きのこ山の順に、筑波連山を重装する登山者も多い。筑波連山周辺は、スカイスポーツが盛んであり、足尾山からきのこ山にかけての両線には、ハンググライダーやパラグライダーなどのスカイスポーツの離陸場が数カ所、設置されている。 関東触れ合いの道のコースになっている。ありがとうございます。